工学館中学校、高等学校は、三重県伊勢宿州の基部町にある私立中学校、高等学校、新東系の学校であり、祖国愛の精神に基づいて、社会優位の人材を養成することを目標として、創設された。なお、戦前の神宮工学館には、中等教育段階で新職を養成する、普通科が併設されていたことがあったが、現在の中、 中との関連性はない。教育直後を暗唱させることで知られ、校内では直後が間発された10月30日を家庭に感謝する日として定め、生徒は同日に直後の禁書や作文を同日までに学校側に提出するなど行っている。また、生徒が書いた直後の禁書は、生徒会長や校長等が代表として厚田神宮まで奉納することも、 高齢となっている。中高ともに、毎年6月と12月の月次祭の折には神宮へ参拝する。中高一貫教育コースと、高校からの外部入学コースとがある。高校からの入学者と、中高一貫コースの者のが同じクラスになることはない。しかしながら、例外もあり、例えば中学校で他校に転校し、高校に再転校した場合には、 6年生のクラスに戻る場合もある。高校卒業者が系列の工学館大学へ進学する際には、付属高校特別推薦枠や入学金、半額免除といった特典が与えられる。公式サイトによると、この学校の通称は、校中、高校である。しかし発音が、厚中、高校と同じになるためか、話し言葉としては、中高ともに、学館。 工学官が用いられることがある。工友会という名称で全校生徒が活動している。なお、工友会の幹部は、工友会総務委員長、総務副委員長、初期、会計といった構成になっている。また、工友会のリーダーは、学校長である。ABCD 接種編纂委員会、1968P291。P 工学館120周年記念誌編纂委員会2002年 P73 進路の手引き平成17年度学校法人工学館企画部編工学館学園法第49号学校法人工学館企画部平成26年3月31日中日新聞社伊勢の久座サザで出演作発上映伊勢出身の岡、秋子さん 47ニュース2017年3月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年3月17日閲覧ありがとうございます